どうも、バルコンです。今回は3月から4月ぐらいにかけて買った漫画をちょっと一気にレビューしていきたいと思います。全部で30冊ちょっとぐらいあるんで、本当に簡単な紹介と一言二言ぐらいのレビューでやっていきます。ゴールデンウィーク中とかに読む漫画探してるっていう方はぜひ最後まで見ていってください。じゃあまずどれからいこうかな。じゃあまず最初はこちら、間違った子を魔法少女にしてしまった1、2巻。これはブックオフで買った漫画ですね。1巻読んだ時は正直全然面白いと思わなかったんですけど、2巻は結構面白くて、絵がかなり上手いですよね。なんか頭空っぽにして何も考えずに読めるし、また3巻も買っていこうと思います。じゃあ続いてこちら、いじらないで長トロさん、1巻から3巻。これは友達からおすすめされてとりあえず3巻まで買ってきたっていう感じですね。これも1巻読んだ時は正直長トロさんがいじめてくるだけでイラッとくるだけだったんですけど、2巻3巻はこの長トロさんがちょっと出れてすごい可愛かったんで結構ハマりましたね。続いてこちら、事件じゃけん第7巻。ミステリー研究会のメンバーによる、部活もののコメディ漫画ですね。これ最終巻なんですけど、正直最後の話はその話最後に持ってくるのかっていう感じで、この主人公と先輩の恋愛系の話はなかったですね。なんでやっぱりもう少し読みたかったなっていうのはあったんですけど、でも面白かったです。やっぱりキャラクターがめちゃくちゃ可愛いですね。続いてこちら、妖怪戦争1、2巻。これはデスゲーム系に入るのかな。特定の人物2人が急に異世界に飛ばされて、そこでこの妖怪と戦うっていう話で、その異世界では残機っていうのがあって、その1回死んだらその残機が1個ずつ減っていくんですよ。でもしゼロになってしまったら現実の世界でも死んでしまって、妖怪を倒せたら現実世界に戻ってこれるっていう感じですね。なんで本当にホラーゲームみたいな感じで、1巻目はこの和乳洞で、2巻目がカッパ。個人的にはこの和乳洞の方が怖かったですね。僕ホラーゲームすごい好きなんで、結構好きでした。続いてこちら、ドジっ子桜沢遥はこの後死ぬ第1巻。タイムリープ漫画で、このヒロインが死んでしまうのを主人公が、タイムリープして運命を変えようとするっていう話ですね。タイムリープ系の話は個人的にはすごい好きなんですけど、これは結構少女漫画っぽい雰囲気があるんですよね。で、僕少女漫画のあの独特な雰囲気があんまり好きじゃないんで、ちょっとこれは個人的には微妙でした。続いてこちら、グレイプニル1巻から7巻。ちょうど今アニメも放送してるけど、1巻読んで面白かったんで7巻まで買ってきました。正直バトルシーンに関しては結構ご都合主義な感じがするんですけど、これ話が進むにつれて結構話がシリアスになっていくんですよ。アニメはどの辺までするんやろ。結構最初ら辺はサクサクっとテンポよく話進んでいくんですけど、途中からは結構回想シーンが長く入ったり、あといろんなキャラクターの視点で書いてあったりしていくんで、アニメは多分ちょっと中途半端なところで終わるんじゃないかなと思います。続いてこちら、首を切らねば分かるまい第1巻。主人公が悪人の首を切る仕事をしてるこのヒロインに恋をするっていう、これもすごいあの絵が綺麗で面白かったですね。続いてこちら、ウォーキングキャット第3巻。最終巻ですね。特別この最終巻が面白かったかって言ったらそうでもなかったんですよ。でもすごい感動できる話でいい作品だと思います。特に猫好きっていう方にはおすすめですね。続いてこちら、 JK 無双終わる世界の救い方第1巻。すごくゆるいゾンビパニック漫画ですね。これはパニックホラーっていう認識で読むよりも、もうコメディ系の漫画として読む方がいいですね。何をやるにしてもダメダメな女子高生が、無双していくっていう、主人公を応援したくなるような話でしたね。続いてこちら、ガンニバル第6巻。人食い疑惑がある村でのサスペンス漫画ですね。これはあのいつも通り安定して面白かったです。今回はあるキャラクターの過去についていろいろ書いてあったんですけど、ついに主人公とあの謎のおじいちゃんが対面したんですよ。4巻か5巻ぐらいから結構テンポがゆっくりになってきてるんですけど、多分10巻以内には終わるんじゃないかなと、早くこのじいちゃんと決着つけてほしいですね。続いてこちら、怪異と乙女と神隠し第1巻。これはいろんな怪異をめぐる、ホラー系の作品ですね。面白かったんですけど、個人的にはもう少しあのホラー寄りにしてほしかったなって思いました。続いてこちら、女だって時間停止できるんだから第1巻。ある学校の先生が時間を停止できるアイテムを拾って、いろいろいたずらしていくみたいな
まあコメディ系ですね。で、ヤングキングの漫画なんで、そのいたずらもほとんど下寄りです。まあつまらなくはなかったんですけど、2巻買うかって言われたら微妙ですね。続いてこちら。俺の現実は恋愛ゲームかと思ったら命がけのゲームだった第8巻。いや、これはいつも通りめちゃくちゃ面白かったですね。クライムサスペンスなんですけど、今回メインキャラクターの一人がいきなりポンとやられたんで、ちょっとびっくりしたんですけど、まあこれは本当にキャラクターも可愛いし、サスペンスものとしてもめちゃくちゃ面白いです。続いてこちら。ネガティブハーレムアイランド第2巻。これも謎ばっかりのサスペンス漫画で面白かったんですけど、今回話はほとんど進まなかったんですよね。まだまだ謎ばっかりなんで、続きがめちゃくちゃ楽しみです。ただ無駄なシーンが結構長いんで、もう少しテンポ早くしてほしいですね。週末のワルキューレの構成担当の福井匠先生の最新作ですね。で、話としては、まあ、タイトルのこのお姉さん、まあ、短編集みたいな感じでいろんなお姉さんの話が書いてあって、でそのお姉さんが途中で化け物を貸して、で正気に戻ってっていう流れは全部同じなんですよ。で、1巻はまあ面白かったんですけど、2巻もずっとこう同じパターンだったら、2巻はもういいかなっていう感じですね。続いてこちら。無能な7第6巻。まあ、これも安定して面白かったですね。まあ、今度アニメ化するっていうことなんで、アニメ楽しみです。続いてこちら、底辺チューバーが宇宙戦争を撮ってみた第1巻。宇宙戦争が起こってる様子を、まあ、YouTuber みたいな人たちがこう動画で撮って、なんかそれでバズってこうめっちゃ有名になるみたいな。話はがっつり宇宙戦とか出てきて SF なんですけど、その中であのチャンネルのあの人はあれ撮ってて、自分はもっと過激なもの撮らなきゃとか、なんか現実世界のこう YouTuber みたいな感じが中心に書いてあって面白かったですね。続いてこちら、ひな祭り18巻。ひな祭りはすごいあの大好きな作品なんですけど、でもやっぱり巻数が進むにつれてちょっとネタ切れ感を感じますね。でまあ次回があの最終巻ということで、このひなたちが最終的にまあどうなるのかが楽しみですね。続いてこちら、水たまりに浮かぶ島第1巻。僕だけがいない街の作者の三部圭先生の最新作ですね。今回もサスペンス漫画で、今回はある少年がある犯罪者と入れ替わってしまうっていう話で、まあちょっと期待してたのとは違ったんですけど面白かったです。ただ少年が結構幼いのにそんなことまでわかるかっていうことまで理解してるんですよ。それがちょっと違和感ありましたね。続いてこちら、アンダープリズン第2巻。まあ、刑務所の中でのサスペンス漫画ですね。まあ、その刑務所がいろいろ隠し事してて、なんか実験を行ってるっぽいし、いろいろ謎があって面白いですね。まあ、話的には前作の違法塗装ボックスの方が僕は好きだったんですけど、じゃあ今回ラスト、ラストはこちら、アルマ第2巻。これも前紹介動画でめちゃくちゃ面白いって言ったんですけど、いや第2巻もめちゃくちゃ面白かったですね。まあ、ストーリーもすごい面白いんですけど、絵がもうめっちゃかっこよくて、多分画像出してると思うんですけど、やばいですよね。これ本当に面白い。ということでちょっと長くなったんですけど、ここまでご視聴ありがとうございました。高評価とコメントもいつもありがとうございます。気になる作品あったらぜひ買ってみてください。このチャンネルではこんな感じで、まあ、最新漫画をいろいろ紹介したりだとか、あとアニメのレビューとかもやっていくつもりなんで、漫画とかアニメが好きっていう方はぜひ、ポチッとチャンネル登録して漫画紹介部に入部してみてください。ということで、さよなら。